暇だな手合わせでもしようかズルはなしだぜ団長リラックスしてますねああ勝利には休息も重要だからね次の戦いに備えて十分に体力を回復させておこうあなたはこんな状況なのに。 ワワクワクしてるみたいね <laughs> こんな状況だからだよ未知の事態ほど興味をそそられるものはないからね君はキリト君の妹なんだねはい私はお兄ちゃんみたいに落ち着いているわけでも頭がいいわけでもありませんけどでも私たちすごく仲がいいんですよ <laughs> 見ていてもわかるよなかなかバランスのとれた兄弟のようだこんな状況なのにヒースクリフはずいぶん冷静ね私なんかそわそわしちゃって全然落ち着かないのにあっていても仕方がないからね情報を整理しつつ少し休んでおくべきだろうあ <laughs> これが大人の余裕ってやつか。 うらやましいわねほ、はあ、少し疲れましたね休息はきちんと取った方がいい今後の戦いに備えるためにもねはい、ピナ、ゆっくり休憩していこうねオベイロンってさ、普段は僕は王だぞなんて胸を張ってるわりに 戦いになるとお呼び越しになるんだよね彼はそういう性格だよ昔からねそうなの強いし頭もいいんだからさもっと堂々としていればいいのにねヒースクリフは余裕みたいだなガラクシアについて実は何か知ってるんじゃないかふん残念ながら私も 君たちと同程度の知識しかないよだよな何か知ってたら買い上げようかと思ってたんだがこううまく情報が集められないと情報屋としてはもどかしいなふんどうにかしてクイネラさんを振り向かせられねえかなイスクリフどうしたらいいと思う 相手の情報を収集し分析する。その後戦略を立てるといったところかな,なるほどてかあんたも真面目に答えてくれるんだな何か使えそうなアイテムは見つかったかねおうぼちぼちってとこだな攻略は個々人の技術だけではなく 装備品やアイテムも重要だ。いいアイテムを提供してくれることを願っているよ。ヒースクリフさんは作戦でも練ってるのいいや。今は私も頭を空っぽにして休憩しているよ。四六時中何かを考えているわけではないさ。そうなんだ。ヒースクリフさんでも休憩してるなら、私もちょっと休憩しちゃおっと。 深くんは先ほどから何をしているんだねアイテムストレージを見て嬉しそうな顔をしているようだがわっもしかして見ちゃったストレージに大量のアイス隠してるのをバレちゃった感じいや見てはいないよ今聞いてしまったがね見てなかった じゃないな大量のアイスを隠していることはレンには内緒だぜほら一個アイスやるからなるほどね了解したよ黙っておこう君の判断力や圧倒的なけんには驚かされる非常に興味深いね褒めていただくのは構いませんがその観察するような態度は気に入りませんね おっとこれは失礼つい癖でね癖ですかまったくあなたは不思議な人ですねヒースクリフさん今度ケンの稽古に付き合ってくれないかなああ私でよければ相手になろうただし手加減はしないよもちろん アインクラッド流のカイソと手合わせできるなんて夢みたいだな <laughs> お前とこのような場所で一緒になるとはな奇妙な巡り合わせもあるものだ今は君も貴重な戦力だしばらくの間は手を貸してくれると助かるよ 目的は同じだからな。今しばらくは共に行動してやろう。ヒースクリフはなんだかワクワクしているみたい。どうして <laughs> 未だかつて経験したことのない未知の事態だ。つい好奇心をかき立てられてしまってね。 それって私が初めての場所でライブするときの感覚に似てるのかもねここにいる間は少なくともモンスターの襲撃はないと考えていいんですか今のところはねとはいえ例外が起こらないとも限らない警戒は常に怠らないようにねわかりました注意しておきます なぜかやば先輩とこんなところでのんきにお茶なんかあんたと顔をつき合わせることになるなんて最悪だねふむ、うん、それなら君は外に出ているか私はこの空間を悪くないと思っているがななんで僕が出ていくことになるんだそういうところが嫌いなんだよまったく あなたはずいぶん余裕そうなのね。今は戦況も落ち着いている。今後に備えて体は休めておくべきじゃないかね。ふん悪くない回答ね。でもその余裕がどこから来るのか気になるわ。シンセサイズしてみようかしら。ヒースクリフさんでもガラクシアについては何もわからないんですね。 確定的なことはね。しかしそう心配せずとも黒の剣士がいればこの事態もどうにかなるかもしれないねそうですねパパはすごい人です。絶対なんとかしてくれると思います。